結婚おめでとうございます。私が新婦の友人代表スピーチを務めさせていただきます。余興をやるやつの格好をしてるな。よろしくお願いいたします。そんなことより、そんなことより、結婚生活において大事な袋があることを。ああ、有名なやつね。堪忍袋、お袋、給料袋。というわけで、私からは結婚生活において大事な何個やったっけ、さ、10個の袋を。めちゃくちゃ適当に書き決めたぞこいつ。大丈夫か。まずはレジ袋です。いきなり知らんやつや。やっぱ有料化してからは気軽にもらえなくなったので大事に使っていきたいですね。結婚式でする話しちゃうやろ。2つ目はゴミ袋。捨てる袋の話と違うっぽいな。これがないと家が臭くなりますからね。本当に10個あるのかもしれない。3つ目は手袋です。そんな大事じゃないよ手袋。あったかいのっていいですよね。適当か。4つ目は寝袋。適当か。あったかいのっていいですよね。いや、災害の時とかは大事か。5つ目は池袋。地名出てきた。人が住んでますから、なくなったらやばいです。結婚と関係ある？6つ目が餅巾着の巾着袋。結婚と関係ある？あれなかったらただの餅ですか。ただの餅でも結婚生活は大丈夫。7つ目は袋。ダジャレに走り始めた。ほう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 ふうふうふうふつって帰れお前。8つ目はナップサック、あるといいですね。もう説明もしなくなってきた。9つ目がリュックサック。ナップサックの上位互換来た。ナップサックはいらないですね。じゃあナップサックを1つにカウントするな。10個目が堪忍袋です。10個目にして定番のやつが来た。2キュッパで販売中です。堪忍袋って商品として存在してるやん。11個目が4次元ポケットです。全然オーバーするやん。